GR ガレージ西宮ということでね、横にね、これドライブスルーカフェ、まあ大きいねドライブスルーがあるんですけど、まあ中でもねカフェを楽しめます。ここで喫茶するとね、2時間の無料の駐車券がいただけますと、ドライブスルーのなんかねマクドナルドみたいですよね。でここは GR ガレージですね、86とビッツが置いてありますね。お、これかっこいいな、ビッツ GR 仕様。これ試乗車かな、結構ホットハッチな感じがしていいですよね。おクロワッサン美味しそう。こちらが A セットで、こちらが C セット。これ C セットの方が豪華やな。まあそういうことでいただきます。あ、ベーコン1個もらいました。いやここはね、あのトヨタのね、お店がすぐ横にあるということで、後でねちょっと行ってみましょう。一応リクライニング、あ、エアバッグはこんなところにあるんですね。いやこれねハンドルとか変わってるんですね。結構ねハンドルってこう直角にね、こう立ってる感じなんですね。お、6速マニュアル。パワーボタンちょっと押しづらい位置ですね。86角形。後ろはまあほとんどこれほとんど座れないですね。一応4人乗れるって感じ。まあ狭くもないんですけどね、運転席はねまあまあこう包み込まれる感じですね。これ熱トヨタ。あ、すごい。うわ、こんなんか。すごいですね。これこんなフレームが。あ、狭い。ああ、これお尻大きい人入らないですね。きっちりこう動かない方が、あの走ってる時も体ぶれずに、はい、すごい。これバケットっていうやつですね。フルバケット、フルバケットですね。はい、タイプですね。お尻がやっぱシートベルトでもうガチッとこう縛り付けるんで、はい、ね、今ちょっとあ、ね、普通のシートですけどね、4点式って緑色のやつで、もう何にもない感じですね。そうですね。うわ、もう全部強化クラッチとか、はい、クラッチはそうですね、そうですね、少し固めのやつを入れてます。でもそれ以外はね、あの外観の割にはドノーマルに近い。ちゃんと後ろのシートもついてるし、はい、すごい。あ、ここにカメラつけて。そうですね、ガッチガチや。これで1リッターでしたっけ。1500です、はい、1500の。ああでもパッと見何も変わってないよな。全然変わってないです。変わってないですよね、はい、あの市販のものと変わらない状態ですね。あ、じゃあもう完全にドノーマル状態 でエンジンはもう本当にもうノーマルの状態で、はい、ここに封印っていうのがついてまして、はいはい、あのエンジンの中を分解とかする際にはこれ外さないと絶対もう取れないように作られているん で、 そうなんです、ね、レースの時もこれが外れてると、はい、レース出れない。出れないと、はい、あ、これが封印か。そうですね、それが下、上と下に両方ついてますので、じゃあ、まあ、あんまりその他の車も同じ条件で、同じ条件でやってます。あ、じゃあもう完全に腕で。そうですね、足回りぐらいですか。足回りももう実は決められたものに。あ、そうなんですね。車高もなので調整はできない。そうですよね、はい、タイヤももうみんな同じなので。あ、タイヤも一緒で、その分こう改造の範囲が絞られる分、はい、まあ、あのあとは運転だけで、なのであとはもう小細工をいっぱい、空気圧であったりとか。あ、そうなんですか。オイル一つ一つのその硬さとかで、これでも全然スピードが変わってきたりとか。あ、もうオイル一つでも変わるんですね。全然違いますね。うーん、条件がもう近い
から本当に一つ一つの積み重ねでタイムがすごく変わってきますね。あ、これですね、はい、このオイルが4000、あ、これで4000ですか。結構高級オイル、結構高級オイルですね。硬いってことですか。そうですね、あのこっちの W ついてる方が冷感時のオイルの硬さ、はい、こっちが温感時の温感時、はい、今の季節だったらでは高い方がいいんですが、最近の車はあの小燃費っていう形で、はい、どちらかといったら柔らかめのオイルがありますので、一般的には乗用車で、使われているのはだいたい最近この辺ですかね。あ、この辺が W20 とかぐらい、まあ、これ4本ぐらい買うってことですね。そうです。あ、なるほど。6リッター近く、多分一番有名なのは C300V って書いてるタイプ。これも実際にサーキットとかレースでもこのままもほぼ使う、はい、じゃあもう本気のやつなんですね。これ本気のやつ、これ本気の、はい、いやその辺で走るにはちょっともったいないぐらいの。そうですね、あの、サーキットとか走るのであればこういうのを入れていただくとエンジンの保護にもつながって、ああ、もう分回しますもんね、はい。あ、1リットル3600円から、このそうですね、あ、まあこれの、あ、これまあちょっと2200円でお求めやすい、はい。喫茶店から持ち込んでここで食べれるそうですね。いや、ゆとりのスペース、お子さんがね、ここで遊べるスペースがあると。わあ、なんか没収のおもちゃがある。はい、というわけでね、今日は GR ガレージやってきました。まあね、すごいね、空いてていいです、ここ。横のカフェ結構混んでたんですけど、こっちに、ね、持ち込んでね、車見ながら、食事してもいいと思います。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、と、はい、いうわけで、GR ガレージにやってきたでした。じゃあね、ボーイシュー。